ちょ、こんにちは。さあ、いよいよ豊さん、交流戦が楽しみか。はい、もう交流戦ですよ。なんか急激に変わるようなチームも出てきそうな感じがして、ほう、ちょっとドキドキするけどな。まあ、そうですよね。ここから、まあ、セとパが、ね、当たっていくというわけなので、じゃあこの交流戦でキーマンになっていくような選手を各チーム、うん、はい、まあ、1人ないしは2人、はい、豊さん的にちょっと上げていただきたいなと思いまして、はいはい、今日は、まあ、対戦カードになるんですけれども、うん、3連戦の、はい、巨人、オリックス、ヤクルト、日本ハム、DeNA、ソフトバンクのチームから、はい、じゃキーマンを見つけていきましょう。まあ、行きましょう。いいですか、はい、じゃあまずは巨人オリックス戦、はい、まあ、巨人とオリックスがまず最初3連戦当たるので、はいはいはい、このまず巨人から、まあ、オリックス戦ということも踏まえてなんですけど、はいはい、巨人オリックスね、はい、まあ、東京ドーム、はい、そうです。東京ドームだとあんまり変わり映えしないんだよね。ほう、まあ、巨人のアキレス腱って言ったらさ、はい、今外野の守備になってるよね。そうです。パ・リーグの本拠地に行った方が DH が使えるでしょ、はい、だからそういう意味ではそうだな、あんまり変わり映えしないよね。お、変わり映えしないけどやっぱ岡本になってくんじゃないの、まあ、4番岡本選手、まあ、これはありきたりだけどさ、はい、ただ DH を使えるってなると、うん、やっぱ中田翔を使いたいよね。あ、じゃあおそらく DH で中田翔選手が入ってくる。多分ね、ファーストで使うんじゃないかなと思うよ、パ・リーグ相手には。やっぱりピッチャーもよく知ってるしさ。そうですよね、対戦もあるしね、はい、だからそういう意味では中田っていうのは交流戦に外せなくなってくるのかなっていうのはあるし、でやっぱり大岡の守備っていうことを考えると DH にして、はい、まあ、松原ないし、はい、他の調子のいい外野手が、まあ、入ってくるのかなっていう、まあ、そこら辺が、多分ポイントになってくるとは思うけどね。あのパ・リーグの本拠地に行けばっていう、ね、もちろんね、まあ、まあ行ったにしても、はい、まあ、中田翔っていうのはファーストも守れるから、はい、だから、まあ、中田翔とウォーカーが DH に入った時の外野に誰を入れるのか、はい、まあ、これがポイントの一つになってくるかなとは思うけどね、はい、ただ豊さん的にはやっぱり一人挙げる、まあ、岡本選手が、いや、 やっぱりね、チームの中心、岡本が交流戦入る前に、うん、まあ、そんなに調子は良くなかったんだよね、はい、だから交流戦で上がるかっていうとさ、パ・リーグのピッチャーいいからね。そうなんですよね、だからなかなか、まあ、ここのこのこう、へたる可能性もあるし、うん、ここは岡本には凛としててほしいしね、はい、だからそういう意味では岡本っていうのは重要なポイントを握る交流戦になってくるなっていうのは思うね、うん、ということは、じゃあまずこの3連戦、巨人とオリックスでは巨人は、キーになるのが岡本選手で、逆にパ・リーグの本拠地に行けば代打として使えるような中田選手であったり、うん、あとはそのウォーカー選手を、いや、その東京ドームでやるときでも、うん、ファーストに中田翔を入れるって、うん、だから、まあ、言えば中田翔でもいいんだよ、うん、ああ、岡本選手で、そうそう、うん、パ・リーグを知ってるだけに、うん、ああ、そうか、あの中田翔がポイントかなっていうには思うけどね。なるほど、うん、さあ一方のオリックスですけれども、はいはい、やっぱり山本かな。ここはピッチャーなんですね、うん、山本、宮城、うん、まあ、ここら辺がやっぱりしっかりしてこないとさ、はい、それは打つ方で言えば、うん、杉本がやっとこう調子を ね、 そうですね、少し上げてきてるし、うん、はい、まあ、そこら辺が吉田と絡んでくれれば、うん、まあ、昨年のように、はい、まあ、交流戦で勢いをつけるというね。そうですね、うん、ただやっぱりね、うん、投手陣がいいよやっぱり、はい、うんうん、オリックスはね、だからまあそこら辺に頼ることしかできないのかなっていう、はい、あ、まあ、今年のバッティングを見てる限りつながりっていうのはなんとなくなさそうな感じもするしね。ですよね。で、吉田正尚選手が状態がどこまで戻るのか、まあ、そうだね、プラス紅林選手がどうなのかっていうところもあったりとか、だから打線っていうのはね、そんなに、だからいつも接戦すると思うよ、あ、ただあのセ・リーグのピッチャーを打てるかどうか、はい、うん、まあ、ここだと思うよね、うん、うん、まあ、去年一番、ね、交流戦でがっぽり打ったのが、あ、そうそうそう、でバッティングもね、はい、すごいつながりがあって、福田なんか交流戦の時には出塁率が5割とか、うん、そういうのはあったしね、はい、うん、だからそうだな、まあ、そういう活躍が今年もできればいいけど、ね、やっぱりこう基本はやっぱあそこはピッチャーだから、はい、うん、だからピッチャー、まあ、特に山本、はい、が今年
そんなに調子は良くない、うん、山本の中でね、はい、だからしっかり勝ち星を拾っていけるかどうか、うん、まあ、ここら辺がポイントだからね。そうですね、うん、さあ続いてヤクルト日本ハムが3連戦です。さあヤクルト、まあ村上かな、ああ4番、はい、山田はねちょっと調子は戻してるんだけど、うん、村上が数字は残してるんだけど、うん、いまいち調子の良さを感じないんだよね、うん、うん、村上がグッと上がればさ打線は心配なくなるんだけどもね、はい、あそこはもともとそのもともとっていうかピッチャーはすごく安定してきてるから、うん、だからやっぱりある程度打たなきゃいけないという、はい、で、まあ、パ・リーグのピッチャーも村上に挑んでくるよね絶対に、うん、だから村上が打ち返せるかどうか、はい、まあ、ここら辺がポイントだとは思うけどね、うんうん、で対する日本ハムなんですけれどもまあこれ分かんないですよねまあ日本ハムの方は、うん、どういう仕掛けどこと戦っても自分たちの姿を変えずにただ向かっていくだけというね、はい、まあその中で言えばやっぱ野村かなと思うよね。まあビッグボスが野村を4番に起用するかあの率が高くなってきたよね、はい、だからまあ信頼されてきたと思うんだよ、うん、野村がね。で鼻鼻骨骨折から、はいはい、まあ、次の日ヒットを打ったりとか、うん、結構こう残像が残るんだけども、うん、そこでも結果を出し続けてるというね、はい、いうことから考えるとやっぱ打線を支えるのは野村、はい、うん、だけどそれを挟んで、うん、まあ、清宮だとか、はい、今川だとか万波、うん、まあ、ここら辺だよね。ここら辺が打たないとやっぱ点にならないから、はい、でピッチャーは上沢だとか、うん、伊藤大海、うん、加藤、杉浦、はい、まあ、こういう4枚は揃ってるわけだから、だからなんとなく勝負はできると思うんだよ、はい、だから交流戦で勢いがもっとつくかどうかだよね。おー、日本ハム、うん、だからすごく期待感はある。そうですね、うん、あと日本ハムと対戦するセリーが初めてなので、どういうふうに試合しなんか展開してくるのかなっていうのもセリーグチーム初めてですもんね。ただね、日本ハムの場合はまあ、セリーグでやるとき DH がないと、はい、いうことで DH がなくても何もあんまり変わらないような気がするんだよね、日本ハムだけは。へえ、いろんな入れ替えだとかいろんなことをしてるから、はい、だからそんなにあの DH だから DH じゃないからって、はい、姿を変えないのは俺は日本ハムが一番、パ・リーグの中の6球団から考えると、はい、そういう資質を持ってると思う。ああ、だから日本ハムは楽しみだよ、すごく。逆にそうですね、 DH なくても別に変わらな い, で、新庄監督の中で守りに入るなんていうことは一切考えてないしね、はい、だから それを考えると日本ハムはもう楽しみだよ。なんか日本ハムこの交流戦のちょっとした、まあ、台風の目じゃないですけど、いや、なる可能性がある。あります、ね、昨年のオリックスみたいになる可能性はある、はい、ありますね、うん、さあ DeNA 対ソフトバンク、やっぱ中継ぎ陣かな、 DeNA は。やっぱちょっと、まあ、伊勢はいいにしても、はい、まあ、エスコバーにしてもちょっと調子の波があるし、うん、山崎、浅木っていうのも少し波があるし、はい、だからせっかくこう来てても、まあ、終盤っていうことになってくると、パ・リーグの終盤のピッチャーってまたいいからな、まあ、ビシビシ抑えてきますからね。だから、まあ、そこら辺で終盤のその中継ぎ陣がしっかり投げれれば、はい、DeNA は、はい、あの勝負になってくると思うけども、はい、まあもちろんね、先発がやられたらもうそれで終わりだよ、うん、でも先発は粘れるようになってきてると思うんだよね、はい、まあ、今永が調子を上げたりだとかさ、大貫が良かったりだとかさ、まあ、他のピッチャーは他にいるかというと、まあ、ロメロとか、はい、うん、なんとなくゲームを作れそうなのがそのぐらいのピッチャーなんだけど、まあ、作った時には、まあ、中継ぎ勝負になってくると思うんだよね、うん、まあ、そこら辺が踏ん張り切れるかどうかですね。だからキーマンというよりかはもう一つの中継ぎ陣っていうことになってきますね。まあ、そうだね、うん、まあ、そこら辺だね、うんうん、さあ対するソフトバンクですけれども、まあ、難しいけどね、うん、まあ、横浜スタジアムなので、まあ、ホームランも、まあ、出やすい、出やすいよね、はいはい、まあ、それ考えると、
やっぱり柳田であったりだとか、はい、グラシアルなんで、ね、一発、うん、ある選手たちですね。だからここら辺がやっぱ打線のキーマンになってくるし、うん、やっぱ選手点に絡むとか、うん、決勝点を上げるとか、うん、やっぱ柳田が絡むんだよね、うん、だからポイントはやっぱ柳田をどう抑え、柳田がどう仕事をするか、はい、まあやっぱソフトバンクの方は多分そうだと思うよ、うん、で柳田は自分一人で仕事もできるし、はい、やっぱチームを引っ張っていけるそういうものもあるしね、うん、だから DeNA の方からするとやっぱ柳田っていうのをどう抑えるか、あ、まあ、ここ1点だと思うけどね俺は。あ、じゃあこの3連戦の見どころみたいになりますよね、うん、だから打線がね、まあ、確かにそのチーム打率っていうのはパ・リーグ の中ではいいんだよね、うん、だけど打てるけど点にならないっていうのがソフトバンク打線なんだよ。そこが、まあ、柳田が絡むのか絡まないのかっていうのはすごく大きいよ、うんうん、さあ今日はまず巨人、オリックス、ヤクルト、日本ハム、DeNA、ソフトバンクのまあキーマンになる選手を挙げていきましたが、はい、次の動画ではじゃあ中日対西武、中日西武、阪神、楽天、広島、ロッテのそれぞれのキーマンをちょっと挙げていきましょう。はい、はい。